どうも、ザンジと申します。どうもマリサだぜ。ということで今回は新旧後のプロセカメンバーの新しいクラスが公開されたのでみんなで見ていきましょう。プロセカ3周年記念の感謝祭にて全国6カ所に広告ポスターの貼り出しが決まったが、まさかのそのポスターの内容が宮城と上高の新しいクラス表だったんだよな。プロセカの宣伝ポスターかと思えば予想の斜め上を行ったクラス発表でしたね。ということで私も渋谷駅までポスター見に行ってきました。ここからは新クラスのネタバレが含まれているから、現地で見るまで知りたくないって人は高評価とチャンネル登録だけしてこの動画を閉じて大丈夫だぜ。ちなみに公式からの情報によるとルイ君だけ名前の並び順が間違っていたようですね。あと今回メインキャラはここで公開されたクラス分けが公式設定となりますが、その他一般生徒は広告上の設定ということみたいです。後でまた振り返ると思うが、宮城の山田や、上高の三宅くんといったモブキャラの名前も存在するが、それはゲーム内での設定とはまた違うようだな。共に修学旅行を過ごしたあのメンバーが再び同じクラスになれたかは不明だぜ。それでは気になる新しいクラスメンバーを見ていきましょう。それではまずは宮城の2年生から見ていきましょう。2年 A 組にはあずさわ小羽、望月穂波、星野一花がいるぜ。1年生の頃は別々のクラスだった3人が綺麗に一緒になりましたね。この3人が昼休みになったら机を囲んで一緒に昼食をとる光景が容易に想像できるぜ。机の上は焼きそばパンとアップルパイだらけになりそう。そしてその間でハムスター食いを晒す小羽ちゃん。なんだその可愛すぎる絵面。今後の学校行事も平和にこなしていきそうですね。続いては2年 B 組。こちらはオートリエム、日野森志保、天間咲の3人だぜ。いつもハイテンションの M ちゃんと咲ちゃんが一緒のクラス。この2人に絡まれる志保ちゃんはなかなか苦労しそうですね。学校行事に関しても全力で取り組みたいオートリエム、入院生活から解放されて青春を満喫したい天間咲。このコンビによる体育祭や文化祭のイベントはもう一度見てみたいぜ。志保ちゃんも仕方ないなと思いつつなんだかんだついてきてくれそうな感じがしますね。続いては単位制に行きまして2年 D 組。ここでは2章の終盤で単位制への転籍が決まった花里みのりと桐谷遥香だな。みのりちゃん爆発案件ですね。ありがとうございます。推しのアイドルと同じクラスになれるなんて夢のような時間だぜ。ももちゃんイベの新章が始まったらまず新しいクラスに大興奮するみのりが見られそうだな。この二人は単位制なので学校を途中で抜けることが多くなると思いますが、その時はももちゃんの仕事で抜けることになるので結局はるかちゃんとも一緒に行動できる。つまり四六時中はるかちゃんと同じ空間に滞在することができ、同じ空気を吸い続けることができるわけですね。一緒にご飯を食べて、一緒に授業を受けて、一緒に仕事をして、これからはずっと一緒だよはるかちゃん。だんだん早口になっていくのが絶妙に気持ち悪いので妄想はそろそろお控えください。宮城3年生は人数が少ないので一緒に見ていきましょう。3年 B 組に朝日奈真冬、E 組に桃井愛理と日野森しずくだな。こうやって見ると宮城では D 組と E 組が単位制クラスとなっていそうですね。2つもクラスが用意されてるなんて単位制を活用している生徒はかなり多いんだな。そして3年生のクラス分けは予想通りでしたね。愛理ちゃんとしずくちゃんは単位制が継続のため普通科のクラスとは別々。自動的に真冬ちゃんが一人ぼっちが確定してしまいます。そういや宮城の単位制クラスが D 組と E 組だったら愛理としずくは別クラスになっていた可能性もあるのか?2年生は D 組から単位制なので単位制クラスも2つ用意されてると思われますが、3年生は人数の関係で E 組だけ単位制の可能性もありますね。何はともあれ2人がまた同じクラスになれてよかったです。そしてやっぱり心配になるのは今後の真冬の学校生活だな。メンタル的にも不安になるし、3年生になることで進路の話も本格化していくから今後のストーリーが楽しみだぜ。続いては神山高校の2年生を見ていきましょう。まずは2年 A 組。草薙ねね、篠宮明と白石杏の3人。出席番号でも綺麗に並んでるぜ。明人くんと杏ちゃんはもはやおなじみですが、その中にねねちゃんが入るとどんな化学反応が起きるか楽しみですね。ねねが明人のことを二重人格の人って覚えられていたのはかなり面白かったぜ。それとこの3人は全員歌唱シーンが目立つキャラだから、今後お互いに歌を教え合う展開も見てみたいぜ。続いては2年 B 組。青柳とうやと秋山みずき。またまた出席番号1番と2番で並んでいるぜ。みずきさんは推しキャラなのでバッチリぬいぐるみと一緒に撮らせていただきました。ぬいぐるみかわいいなおい。さあこれまた意外な2人がクラスメイトになりましたね。ストーリーへの影響はあまり想像できないが、この2人の絡みを見る機会が増えるのは楽しみだぜ。上高文化祭で出会ったこの2人が今度は一緒に一つの出し物を完遂するイベントも見てみたいな。ひとまずみずきはちゃんと進級できていて安心したぜ。
はいということでやってくれましたね。天神ワンツー、天末笠くんと上白結くんが同クラ決定です。これは SNS 上でも大きな話題を生んでいたな。3年 C 組のクラスが今後どんな事件に巻き込まれていくのか、このクラスは何度爆破されていくのか、今後のストーリーが非常に楽しみになりますね。なんか途中から全然違うジャンルの作品が見えてませんか？だがこの二人が揃ったクラスを受け負う担任の先生がどんな思いなのかはちょっと気になるぜ。意外と体育会系の先生で変人上等って感じかもしれないですね。変人ワンツーの学校生活だけで一つイベントストーリーを描いてほしいぐらい面白そうだぜ。そして最後は3年 D 組、篠野めいなちゃん。えなは今まで通り夜間定時制でのクラスだろうな。えなに関しては学校行事でもクラスメイトとの絡みもほとんどないが、3年生になったら進路の話が出てくるだろうから、そこで学校生活を送るえなを見れる機会が増えてほしいぜ。それではここからメインキャラクター以外の一般生徒について見ていきましょう。最初にも話した通り一般生徒は広告上の設定だからストーリー上でも同じクラスとは限らないぜ。クラス表全体を見て気になった生徒を見ていきましょう。まずは2年 C 組の山田さん。下の名前はひなで合ってるかな？たまにストーリーでも登場しているモブキャラだが、山田に関してはカードイラストにも映り込んでいて顔がはっきり描かれていたぜ。しかし C 組にはメインキャラ一人もいないので今後の出番はなくなりそうですね。広告上の設定とストーリーでの設定で変わってることを祈ってるぜ山田。続きまして同じく C 組の井上さんと園田さん。この二人ははるかちゃんバナーのワンデートリップで登場していましたね。校外学習で5人1組になって横浜観光に行ったんだよな。はるか、さき、いちかの3人と、残りがこの井上さんと園田さんだったぜ。この二人ははるかちゃんの特訓前イラストで雰囲気だけ描かれていましたね。ストーリー内ではまたこのメンバーで修学旅行も行きたいような会話をしていたが、このままだと別クラスになるかもしれないぜ。続いては3年 C 組の田畑あゆみちゃん。アイリバナー乗りたいフレンドシップで登場していたぜ。アイリちゃんとは中学1年生からの友達で結構長い付き合いのキャラクターでしたが、アイリちゃんが単位制に行ってから徐々に疎遠になってしまった友達だと話していましたね。アイリと関わることは少なくなったが今でも時々ももちゃんの配信を見てくれているようだぜ。久しぶりにアイリちゃんと会話した時は気まずそうでしたがとても良いキャラだということはわかりましたね。あゆみもまたアイリの特訓前イラストに登場していたな。3人映っていてどれがあゆみちゃんかは不明ですが、前後の会話から前の2人どちらかがあゆみちゃんだろうと考察していましたね。次は上校に行きまして3年 A 組の三宅くん、B 組の谷山くん、C 組の林くん。この3人は上校修学旅行イベントでルイをグループに誘ったメンバーだな。修学旅行中はいろんなメンバーも混ざってわちゃわちゃする場面もありましたが、最後はみんなで集合写真を撮っていましたね。広告上のクラス分けだけを見たらみんなバラバラのクラスになってしまったんだな。ということで今回の動画はここまで。駅に貼り出された広告で発表されたクラス分けでしたが、こんな形で発表されるとつい現地まで見に行きたくなってしまいますね。第1弾の広告掲載期間は9月24日まで。まだ見に行ってない人は近くの駅まで足を運んでみるといいぜ。1年生のクラス表も出ているのでもしかしたら新ユニットにつながる生徒が混ざっているかもしれないですね。ということで皆さんは進級後のクラス分けどう思いましたか？気になるキャラクターや楽しみなクラス分けをコメントで教えてください。この動画が良いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。